それではポップ作りを教えてください。はい、ですね、ま、今回は珍しいじゃがいもドラゴンレッドのポップ作りをご指導いただきました。どうやって食べたらいいの、どういう食べ方が美味しいのっていうのが結構多くってですね、でそれをポップに生かそうと思って、例えばそうですね、これかぼちゃなんですけど、これはホクホクとした食感が美味しいとか、かなり大きいのでちょっとインパクトがあるように書いてみたりとかしています。なので何を伝えたいかっていうのをまず決めていこうと思います。はい、すごい、これ並んでるの見るともうクオリティの高さがすごいんですけどこういう感じで、はい、今日は何のお野菜を私はと、ドラゴンレッドっていうお芋なんですけど、皮も赤くて中も赤いんです。でかなりホクホクしていて、でホクホクしているのにしっとりしているので、フライドポテトやポテトサラダなんかに色味を添えていただいて使っていただけると美味しいかと思います。はい、ではドラゴン、何でしたっけ、ドラゴンレッドです、はい、ドラゴンレッドのポップを作っていきます。はい、そうですね、まずタイトルをどこに入れるかを決めていきます。タイトル、はい、タイトルっていうのは野菜のお名前ですか。野菜のお名前ですね。じゃがいものポップでもこれ3種類が一つにまとまってるんですけど、じゃがいものポップだと思わなかったなんかこうじゃがいもって結構茶色一色とかちょっと白っぽかったりっていうのに一つになってしまったりして分かりづらくなってしまうので、ちょっとなんかこう区別できないかなと思って、じゃあちょっとキャラクターにしてみようかなみたいな、ちょっとゆるキャラみたいな感じにしてみたんですけど、シャドークイーンというちょっと種類になっていたり、デストロイヤー、ちょっとこちら名前が別名にあったりとかして、こちら別名のデストロイヤーって名前なんですけど、あとはこちらフランスのシンシアという種類になっています。でちょっとこう一つ一つのこう名前から取ってみたりとかっていうので、キャラクターにしてみました。なるほど、ドラゴンレッド、じゃあドラゴンっていうことなので、ちょっと可愛い目のドラゴンにしてみましょうか。ドラゴンですか。はい私にドラゴンをドラゴンって 耳あります。あるないよ。ある、じゃあ耳から、え、こんなん耳したら、じゃあ今度耳もあるし角もあるので、結構ドラゴンって角が特徴的だと思うんですね。角はいずこにありますか。頭のてっぺんだったり角真ん中に1本ですか。あ、2本、こうそうですね、こう左右に2本、こんな感じ、あるイメージで。あ、そうですね、いい感じです。おー、いい感じらしいです、はい、で眉毛、結構目がすいません戸惑わしてしまって、私の絵心なさすぎて眉毛なんてあったかって思いましたね一瞬、ま、もう消しゴムを使ってしまうと私はもうどうにも引けなくなるのであ、いい感じです。いい感じですか、はい、ひげ、そうですね、そんな感じで、ひげ一本の方がいいかもしれないちょっと猫みたいになっちゃうあ、そうそう、その位置がいいかもしれないです。あ、本当だ、はい、すごい、やっぱり笑顔上手な方のアドバイスは一つ聞くだけでもだいぶ変わりますね、うん、でここにちょっとワンポイント欲しいので、結構こうヒレだったりこう縦紙だったりっていうのがあったりするんですね。縦紙なんでちょっと縦紙でやってみましょうか。はい、いい感じです、いい感じです。書かせといて何ですか鼻ここら辺、そしたらちょっとお芋と関連付けたいなと思うので、私はよくちょっと遊び心も加えようかなと思ってたまに書いたりするのが、こちらのちょっと前すみません、スイートタックルの時にこうラグビーボールの代わりにかぼちゃを持たせたんですね。なので今回もちょっとドラゴンレッド、ジャガイモなので、これ中身が赤いジャガイモになります。なのでこれをちょっと割っちゃったんですけど、例えばこういう風に丸にして、ドラゴンってよく宝玉を持ってたりすると思う、卵を持ってたりとかってするので、こうガシッてこうもうデフォルメでいいので大まかな手の形を描いてもらって、
こう丸を描いてもらえればそれっぽくなるなと思うんですけど。それっぽくなりますかね。す大丈夫ですかね。大丈夫です。ちょっととりあえず卵から描きますね。はい、卵じゃない。ドラゴンレッド。ドラゴンレッド描きましょう。はい、若干こう卵型なのでこんな感じ。あ、いい感じです。いい感じですか、はい、ドラゴンレッドを描いて、でこれを恐竜じゃない、なんだっけ、私描いたの。ドラゴンが持ってる感じですね。ドラゴンってだいたいよく見かけるのが指というかこう爪が鋭くって、だいたい3本4本の指でこう持ってる感じです。持つ、まあいいや、小指がないイメージですかね。あの小指とかいう概念が私の中になくて。え、この私も手描くの苦手だから。あ、いい感じです、いい感じです。どうつなげたら手っぽくなりますか。そうですね、そしたらいいですか、たらここまで描いてもらったら今度こっち側に寄せちゃった方がいいかもしれない。ありがとうございます。大丈夫です、こんな絵を修正していただいて、じゃあこういう感じでいきましょう。はい、はい、分かりました。じゃあこれがお芋になるので、はい、そしたら今度このお芋の表情を見てもらうと、ちょっとこう目が出てくる部分がデコボコしているので、うん、そのちょっとデコボコをちょっと少し足してもらうと、そうです、そうです、そんな感じで描いてもらうとだいぶお芋に近くなるので、はい、今度このタイトルを入れる部分なんですけど、今回はこのじゃがいもシリーズと同じように上の方にちょっと描いちゃおうかなと思います。このあたりですかね、はい、このドラゴンのこの上のあたり、名前を描いていきたいと思います。はい、はい、あ、私文字の方が得意だなやっぱり。いい感じです。どうですか。ありがとうございます。絵は完全に独学ですか。もう独学ですね。なんかもう趣味が高じてっていう感じなので、もうこんなポップがあったら本当に目を引きます。本当ですか、うん、言われないですか。それ結構あのお友達とかがこう見たよとか言ってくれる時があって、本当にみたいにちょっと嬉しくなったりとかするんですけど。ということで、彩香さんに仕上げていただいた完成作品がこちら。彩香さん、見事な修正力ですね。川崎で珍しい野菜の大百科を完成させるため、ジャースケとハマレスが大奮闘する新番組、キテレツ野菜大百科、日曜朝9時なり、栄養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 不足。